女優の桃井かおりさんが天海祐希さん主演の連続ドラマ緊急取調室テレビ朝日系木曜午後9時シーズン4の第1話にゲスト出演する。桃井さん演じる黒い女神と称された50年前の学生運動のリーダー大黒東吾は長年の沈黙を破ってハイジャックテロを起こし、主人公真壁有希子、天海さんら緊急取調室通称緊トリメンバーと対峙する。私が経験したものを全て東吾に持っていきましたと話す桃井さんは、東吾の50年という時間の重みに自身のコロナ禍での苦しみも投影したという。そんな桃井さんにドラマについてコロナ禍での生活などを聞いた。緊急取調室は井上由美子さんのオリジナル作か。地下設備の整った特別取調室で容疑者を取り調べる緊トリのメンバーが数々の凶悪犯と心理戦を繰り広げる姿を描く。2014年に第1シーズンが放送されて人気を博し、2017、2019年とシーズンを重ねるごとに話題を呼んでいる。桃井さん演じる東吾は国民青年派という学生組織の元メンバー。50年前、国会議事堂前で行った演説で機動隊と学生運動家の衝突を止めたことが無血の7分間として語り草となっているという人物。50年間潜伏していたが、とある事件をきっかけにハイジャックテロを起こす。そんな東吾について、50年前から時間が止まっている人と話す桃井さんは、コロナ禍での米ロサンゼルスの自宅での生活を役に投影したと明かす。コロナ禍で1年4ヶ月自宅にこもっていたという桃井さんは、その間、買い物に行ったのも3回ほどで、人に一切会わずに生活していたという。気分転換もなく、平凡な日常の日々をこなしていくのって、ものすごく辛いことで、手を抜いたらすぐダメになってしまいそうだったと振り返る。あの自粛期間に感じた、世間から隔離された時の孤独感、時間が止まってしまった感覚を今回の役に込めましたと語る桃井さん。だからこそ東吾の50年の孤独は、想像を絶する苦しみだと考えた。女神と称された少女がおばあさんになっているわけですから、女性の老けるっていうきつさ、時間を止めて生きてしまったこと、やってしまった不始末の数々、私が経験したものを全て東吾に持っていきました。私はこの業界から半分身を引きましたが笑い、東吾はそこで過去に戻ろうとします。そして起こした行動は現代という時間と完璧にずれている。そこを真壁に指摘されてしまいます。東吾は自分の死に際にこだわりを持つ人物。共感できる部分があるか桃井さんに聞いてみると、それはもう俳優なんてどのタイミングで死ぬか、いいタイミングで伝説になりたいってしか考えていないからと笑う。松田優作が死んだ時に、ああやられちゃったなと思いましたもん。証券、萩原健一さんも、正和ちゃん、田村正和さんも死んで、なんていうのを見ていると、私はタイミングを逸してしまって。今はもう逆に時代の生き証人になってやろうっていうか、長生きする、キャナイみたいな気持ちです。笑い。取材中、自身のことを何度も、半分リタイアしている身と話していた桃井さん。帰る、理想のラストキャリアを尋ねてみると、ネイチャーな英語で一本やりたい。現地人の役をという力強い答えが。最後はアカデミー賞のノミネートくらいまではいかないと、私らしくないなって気がするの。70くらいまでにアメリカで勝っていたいなとは思っていたんだけど、まだ英語でやられている段階だからとにやり。桃井かおりの時はまだまだ止まりそうにない。